おはようございます。ウィルグループの代表取締役、大原です。本日はお忙しい中、2023年3月期、第3四半期決算説明会、ライブ配信にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の説明会ですが、まず初めに私の方から説明を行い、その後、質疑応答に移ります。 ご質問のある方は、期間名、お名前をご入力の上、チャットにて受付したいと思います。それでは、始めていきます。また、先日からちょっと喉の方を痛めておりまして、お聞き苦しい点があるかと思いますけれども、ご理解のほどよろしくお願いいたします。では、始めていきますけれども、目次から、 本日はこの4点についてご説明させていただきたいというふうに思っております。まず1点目、当社連結子会社における可燃度の決算訂正についてです。まず、2023年の1月20日公表の当社連結子会社フォースアトアップス株式会社における可燃度の決算訂正に対する当社対応のお知らせを記載して通り、 ポスタータップス株式会社において他社が運営する人材データベースについて誤った認識で利用を行っていたというところからですね、可年度からの手数料の支払い漏れが判明いたしましたえ株主並びに投資家の皆様にはじめ取引先及び関係者の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます本社における本県における連結業績への影響は 金額並びに重要性の観点から軽微な範囲であると判断いたしまして、当社においては、可年度の決算訂正を行わず、支払い漏れの手数料及び約金約4億円をですね、この第三四半期の販売費及び一般管理費にて計上させていただくことにしております。まあ、今後の再発防止策、この4点をですね、特に意識をしておりまして、 しっかりと運営の方をやっていく形でございます。そして、まあ、4スタードアップス以外のですね、人材紹介ビジネスも行っておりますが、まあ、同様の事案が発生してないかをしっかりと社内調査を行いまして、問題なく、業務プロセスにおいては、運営をしておりますので、今はこちらの状態でですね、しっかりと進めていってるような状態でございます。 続きまして二つ目、2023年3月期の第三四半期の実績です。ハイライト三つございます。一つ目、売上収益、売上総利益に関しましては、二桁成長であるものの、連結子会社の可燃度決算訂正影響によりまして、減益という形になっております。そして二つ目、国内に関しましては、オーダーの獲得は回復傾向にあるものの、 ペースはまだまだ緩やかであるというところと、海外においては、いわゆるポストコロナ、アフターコロナですね、における急激な人材紹介の方が、自由の方が一段落したというような状況でございます。そして3つ目ですけれども、フォースタトアップスの影響度も少しありながらですね、通期の連結の業績予想の方を修正させていただいたという形でございます。 ハイライトの方ですけれども、まずは売上収益、実績としては1086億というところで、前年度に比べますと11%のアップ、まあ、プラス110億円というところでございます。そして売上総利益率に関しましては22.2%というところで、前年度の同期比から0.4ポイントアップと。 そして営業利益は38.6億というところで、前年度からはマイナス3億というところで、前年同期比の7%ダウンという形です。売上収益、売上総利益に関しましては、前年度から比べて二桁成長ではあるものの、結果的には減益という形になっております。非常に悔しいというような状況でございます、え。ー 四半期の推移でございます。第三クォーターに関しましては、えー、2023年度3月期の第二クォーター期と比べまして、マイナス7億円というような状態でございます。まあ、為替の影響はほとんどなかったというところですけども、どういったところがあ,あってダウンしているのかというところですと、まあ、国内に関しましては、 第2クォーターから第3クォーターはプラスとして進んでます。稼働人員自体は大きくは変わってないんですけれども、第2クォーターはコロナの影響によって有給消化という形の休みを取る人が多かったんですけども、第3クォーターの方はそういった影響があまりなかったというところですので、国内はプラスという形ですが、海外の方が いわゆるえっとまあコロナ後のバブルがまあ一旦落ち着いたというところがありまして、人材紹介需要の方が人段落しているというのもありましてですね、売上がダウンしている、そういった観点で、四半期の推移としてえ第2クォーターからはまあ下がっているというような状態になっております。売上総利益率の四半期の推移です。 赤いところがですね連結となっておりまして、四角で囲んだ黄色いところが海外、緑のところが国内というところです。海外に関しましては、いわゆる人材紹介というところが減少しているというところもございまして、海外の売上総利益率がダウン傾向であるというところです。 国内に関しましても第3クォーターダウンしているというところに関しては、特に10月以降の社会保険のですね、適用の拡大による影響によりまして、コールセンター部門、並びにファクトリー部門、そして介護部門の派遣領域においての影響があったというところですね。それによって多少ダウンしていると。 結果的には連結におけるダウンがあったというような状態でございます。戦略投資領域に関しましてはです、ね、第3クォーターの累計の実績は7.1億というところで、計画はよりは3.3 5度減という形ですけれども、未消化分のほうは繰り越しなしでいく予定という形で考えております。 セグメントの業績の概要です。<laughs> 国内ワーク事業に関しましては、新規案件の開拓後、進むもののですね、想定よりやはり遅れているという形です。先ほども言いましたけれども、第2クォーター、コロナによる影響によって、新規の案件の受注のほうが想定よりも遅れているというところがございますので、 この第3クォーターで大きく上積みをすることができなかったという形です。まあ、とはいえ、まあ、前年度よりは第3クォーターでの累計というところでいうと、まあ、増えているところではありますけれども、えっと、累計のいわゆるこう営業利益、まあ、セグメント利益に関しましては、えー、先ほど言った可燃度決算訂正のマイナス4億というところが 響いておりますのでこの4億あれば35.6というところにはなりますけども、まあ、自分たちが想定しているところにも低い数字になっておりますので、まだまだ不満足というような状態です。稼働人数は先ほど言いましたけども、2クォーターと比べまして、まあ、ほぼ横ばいというところもですね、 ま,あまだまだ自分たちの力不足だなというところを実感しているところでございます。まあ、投資の方はしっかりと建設技術者の領域、そしてスタートアップ人材領域の方に先行投資の方を実施していっているところでございます。続きまして海外に関しましてはですね、こちらもいわゆるアフターコロナのコロナバブルの方が、まあ、コロナの後のバブルがですね、 一巡して、一通り人材採用の、人材紹介のニーズの方が落ち着いてきたというところになります。まあ、派遣の方はですね、まだまだニーズの方がありますので、伸ばしていけるような状態ではあるものの、紹介の方が一巡したというところでございます。そうすることによって、まあ、まあ、あの、業績としては前年度から微増というところのセグメント利益になっております。 その他に関しましてはですね、しっかりと自分たちの中で見極めを行いましてですね、まあ,あ、縮小していくところ、さらには力を入れていくところとですね、メディハリをつけながら、半華費のコントロールをしながら進めていっているところでございます。続きまして、国内ワーク事業の内訳というところでございますけれども、 第3クオーター、第2クォーターから比べますとです、ね、全体的には微増というところでございますけれども、どちらかというと、苦戦というように捉えていただければというふうに思ってます。まあ、着実なところでいうと、やっぱり建設技術者というところはです、ね、クォーターごとでしっかりと伸ばしていけ、これてるというところは、まあ、大きな未来に向かっての投資が徐々にリターンしてきてるところかなというところでございますし、 食品以外のファクトリーのところも徐々に戻しつつあるのと、介護保育というところもですねまあしっかりと堅調に推移させてきているのかなというところに思っていますま。販売支援というところでですねえまあ徐々にこう人も動き出しているのかなというところもございますが、通信というところに関しましては、大口のキャリアの方の業務委託の終了等ございましてですね、 1> 第1クォーターからは減ってきているというような状態でございます。そして、えっと、国内ワーク領域のです、ね、営業利益というところに関しましてはです、ね、まあ、こちらのほうは先ほどの可燃度修正のマイナス4億分がありますので、その部分ががぐっと減っているような状態ですので、まあ、8.2億というところです。 まあ4億がプラスあったとしても12億ちょいというところですので、まだまだ物足りない部分ではありますけれども、見ていただいて分かりますように、コールセンター、そしてファクトリーというところが売上上げは横ばい、少し上がっているところはあるもののですね、営業利益として落ちているというところは、先ほど言いました、いわゆる社会保険等の影響ですとか、 まだまだ新規の獲得ができきれてないところとか、そういったところが影響しているんじゃないかというふうに我々は理解しておりますので、しっかりと営業強化をしながらですね、未来に向かってアクセルを踏んでいきたいなというところで思っております。続きまして、海外のワーク事業でございます。えっと、2023年の第1クオーター以降、続いていたコロナ後の 急激ななな人材需要のの方が、まあ、一旦ここクォータータででしたようう状態かとというところで考えてます、まあ、特に人材紹介のところをですね、しっかりと伸ばしていこう、派遣も伸ばしていこうというところで、し、ま、か、あ、も今期においては強化し、強化することによって、第1クォーター、第2クォーター、そのビジネスチャンスをつかんできたというところもありますが、 まあ、第3クォーター、それが少し落ち着いたというところによってですね、えっと、売り上げが少し、まあ、ダウンし、そういった意味も込めて、えっと、営業利益の方が、まあ、一旦落ち着いて、えっと、ダウンしているというような状態でございます。まあ、第4クォーターもですね、まあ、大きく変わらない動きで、えっと、急激に戻るということもないですし、まあ、この第3クォーター等のですね、流れを汲み取るような形になるのかなというふうに考えております。 そして、ポートフォリオシフトの進捗というところです。コロナ前から比べますと、しっかりと右肩上がりの方で進めてはこれてるんですけども、このクォーターにおいてはダウンというような形になってます。繰り返しの部分になりますけれども、社会保険の影響であったり、新規の受注の遅れというところもありながら、若干売上総利益率の方は低下しているというところでございます。 海外の方うは人材紹介の方うがダウントレンドというところもありますので、このクォーターにおいては、売り上げ総利益率が低下しているというところがありますので、しっかりとここは立て直せるよう、新たな受注に向かって動いていければなというふうに考えております続きまして、我々われが力を入れている領域ですね。 建設の領域とそれと介護の領域の説明でございます。まずは建設の領域の進捗です。こちらはですね、まあ、左上の方の図が四半期別の売上高の推移です。えっとま毎四半期ごと大体た直近では2億ずつぐらい売上が上がっていっているので、まあ、非常に順調に進めていっているんじゃないかなというふうに思ってますし、まあそのベースを作っているのが右側の採用人数です。 まあクォーターで200名をしっかり超えれるような入社ができておりまして、もともと今期目標としてたまあ年間1000名というところをですね、上回るペースで進捗できておりまして、しっかりと採用力もついてきてるんじゃないかなと思ってます。まあ来年の4月に向かってはですね、新卒の採用もですね、ほぼ固まってきており、まそれこそ300名近い入社に向かって。 今も一米一米と積み上げていっているところですし、その社員たちの働き場の確保のほうも順調に進んでいっているところでございます。入社人数が増えながらといわゆる稼働率、そして定着率というところが重要になってきますので、稼働率に関しましてはですね 未稼働者を限りなくゼロに近づけるというところで、順調に高いレベルでの稼働率は誇っているような状態でございますし、さらには定着率も、新しい入社が増えながらもですね、落ちないようにキープしていければというふうに思ってます。そして継続してくれる社員が増えると、右下のようにしっかりと価格交渉をですね、粘り強く努めながらですね、 いわゆるお客さんんとののチャージアップの交渉に挑んでまいりたいいなという,ふうに思ってますただまだまだまあ残業時間の方が横ばいという傾向ですので、えー、まああの建設業界は働き方改革が進めるところですので採用ニーズの方法は建設会社含めまして非常に高いところがありますので、まあ、このニーズの波にしっかりと捉えれるように進めていきたいというふうに思っています。 続きまして介護の領域の進捗でございますが介護に関しましてはですね基地中で,です、ね、戦略変更というものを行いました特に紹介予定派遣を今期は大きく伸ばしていくというところでしたけども我々が想定している以上にです、ね、ニーズの方があまりなかったというところがありましたので 一旦は紹介予定を派遣をやめて、いわゆる人材紹介、生産性高くですね、人材紹介の方をやっていくというところがありますので、そちらの方に努めておりますま。右上がまあそちらの図でございまして、しっかりとですね、一人当たりの紹介業の単価が右肩上がりになってきておりますので、非常に生産性は高くなってきているというところでありますま。人数は限りなく少ない人数で今やっておりますが、 まあ、来期含めながらですね、まあ、この生産性を高く推移しながらですね、まあ、人材の方もですね、まあ、徐々に増やしていけれる体制を作っていきたいなというふうに考えております。続きまして、財務指標でございますが、まあ、こちらの方はですね、親会社、消費者寄属持ち分比率の方が、第3クォーター終わった時点で25.6%と、まあ、もともと中期経営計画の目標の20%を上回って進捗しておりますので、 しっかりと改善傾向で目標通知以上の数値で推移してきているというところでございます。そして3つ目、2023年3月期の通期の業績予想と配当予想というところでございます。まずは連結の業績予想の修正でございます。先のリリースを出させていただきましたが、足元の業績動向を踏まえまして、 えーまああのー、今期のお通期の業績予想を、まあ、修正させていただきまして、まあ、以下のとおりに、えー、させていただいております。まあ、国内のほうはです、ねえーまあ、コロナというものがあ一旦た明けましてです、ねえー、いわゆるこう、あのー、人の流れも出てきておりますが、まだまだ我々のほうでは、えー、新規案件の獲得の遅れが戻ってないというところもありますので、まあ、想定よりも遅れているというところがありますし、 まあ海外においてはまあ人材派遣のほうは、堅調に進んでおりますけれども、いわゆるパームシフトであるまあ人材紹介のほうは一旦落ち着いているというような状態です。そういった意味でも、営業利益、国内、海外ともにですねまあ大体第3クォーター並びのまあ水準で推移するというところもありまして、全体的が56億に対しまして、営業利益52億と、そして親会社の所有者の帰属 の投機利益が33.3億からまあ32億というところの下方修正という形になっております。えー、修正のページに関しましては、次のとおりでございまして、えっとまあ、その次ですね、中継の計画目標とのまあ比較というところですけれども、またもともと中期経営計画ではですね、 53.5億の4.0%営業利益というところを目標を立てておりましたが、昨年度は54.7億の4.2%というところで、この中継を上回ったというところで、さらに56億という目標を立てておりましたが、残念ながら今期に関しましては52億という形になっております。回答予想でございますが、我々のですね、 配当のですね還元方針に関しましては、機種の業績予想に対する総還元成功を30%としているため、配当予想の修正のほうは行いません、44円1株当たりというところで、今の52億に対していきますと 31.、31.3%という形の総還元成功に当たる形になっております。そして最後に 2024年3月期からの新経営体制というところでございます。昨日のリリースの方でも出させていただきましたが、2023年6月開催の定時株主総会後、代表取締役の変更を予定しております。2023年5月の公表予定の新中継の計画からですね、新経営体制に移行していく予定でございます。 えまあ新しい代表は、住み内というところで、我々グループのまあ新卒のたたき上げというところです。現状はですね、ウィード・ブ・コンソラクションでまあ大きく成長させてくれて、非常に貢献している頼もしい存在でありますので、来年のことの6月の新しい体制から、住みのほうに移行させていただきたいというふうに思っております。以上が説明というふうにさせていただきました。